チャールズ・チャーリー・オースティンは、イギリス出身のサッカー選手。クイーンズ・パーク・レンジャーズ FC 所属。イングランド南部、レディングとスウィンドンの中ほどに位置する小都市、ハンガー・フォードの出身。2005年に、レディングのユースチームへ入団するが、トップチームへの昇格は叶わず、2006年以降は、地元のアマチュアクラブでプレーしていた。2008年、 家族と沿岸部のボーマスへ引っ越したのを機に、レンガ積み職人として働く傍ら、隣町プールにあるセミプロクラブ、プールタウンへ入団した。プールタウンでの活躍は目覚ましいものがあり、ウェセックスプレミアリーグ42試合に出場し、48得点という驚異的な成績を残した。2008から09シーズン、オースティンを擁したプールタウンは、 リーグ戦4 2試合を38勝2敗2分の勝ち点116、得失点差はプラス110という圧倒的な強さで優勝、さらに同セットシニアカップを優勝して2冠を達成した。2009から10シーズン前にはフットボールリーグ2のボーンマスへの移籍が取り立たされるが、リーグの移籍規定に関する運用曲折を経て、この遺跡は流れた。 一石破断後のオースティンはリーグ開幕からの8試合で14のゴールを決めた。2009年9月、フットボールリーグ1のスウィンドンタウンからトライアルへの招待を受け、同年10月にシーズン終了までの契約を結んだ。プロリーグの中でもオースティンはすぐに得点を量産し始め、シーズン終了までにリーグ7位となる19得点を挙げた。 特に同シーズン26得点を挙げたビリー・ペインターとのコンビは対戦相手にとって脅威となった。このシーズン、オースティンは先発出場した11試合で10得点を決めた。スー・ィンドンは5位でシーズンを終え、チャンピオンシップ昇格プレイオフの決勝まで進むが、ミルウォール FC に敗れて昇格を逃した。2010年2月、 スーインドンと新たに2年半の契約を結んだが、2010から11、シーズンの冬のマーケットで移籍を志願し、チャンピオンシップのバンディーへ移籍が決まった。移籍前までにオースティンは、チーム得点王となる12得点を挙げており、オースティン移籍後、深刻な得点力不足に見舞われたスーインドンは、再開でリーグ2へ降格した。二千十一年一月十八日、オースティンは、 バーンリーと3年半の契約を結んだ。移籍後の半シーズンは無得点に終わったが、翌2011から12シーズンは16得点を上げてチーム得点王となった。2012から13シーズンは開幕から驚異的なペースで得点を量産し、開幕から12試合の出場で2度のハットトリックを含む15得点を上げた。 また、2012年10月23日のブリストルシティ戦では、1958から59シーズンにレイポインターが記録した出場を8試合連続得点のクラブ記録に並んだ。2013年8月1日、クイーンズパークレンジャーズに3年契約で移籍。一石金は400万ポンドほどと推定されている。31試合に出場し、17得点を記録した。 2014から15シーズンは35試合に出場し、カブリーグで磨き上げられたゴールセンスをフルに活用。チームが広角圏に沈む中、18得点をアシストを記録し、得点ランキングで4位となった。2016年1月17日、サウサンプトン FC へ移籍。1月23日に行われたマンチェスターユナイテッド戦で途中出場を、果たしデビューを、 飾ると、決勝点を挙げチームの勝利に貢献した。2019年8月8日、ウエストブロムウィッチアルリオン FC に2年契約で移籍した。2021年1月9日、クイーンズパークレンジャーズに2020から21、シーズン終了までのレンタル移籍で復帰した。同年6月2日に2年契約で完全移籍した。ありがとうございます。